ショックさんみたいなラッパーが5人ぐらいいたら、自分は歴史都市伝説系をメインにしてたかなーと。2019年に最後のことで DM やり取りさせていただいて、あ、この方の政治の曲出してるんだぐらいの甘い認識でした。流れ着いてくる日本人の今日、拒絶はしない、力を自ら覗きに行かない、個性保全するためのルール、夢で知らなかったって言い訳です。2013年チャンネル桜の企画、尖閣諸島周辺まで漁船に乗っていったラッパー、ショックさん、ちゃんと解放には上陸しない、胸を伝えてのらしい、ここんとこ中国さん、改めての領有権主張、領海侵入漁船追い回し、あの頃はまだ言ってた時代かなと思ったけど、長尾隆史銀のコテツイート見てガクブル、国ラッパーの名に恥じない行動すげえなって思いましたよ、素直に。対して俺ちょっとちげえなってポジション確認、愛国と左派最近出した曲いいですね、ほぼ同意見、あっち系左翼以外はみんな政治興味ある仲間ぐらいのふわっと野郎です。愛国と左派最近出した曲いいですね、ほぼ同意見、あっち系左翼以外はみんな政治興味ある仲間ぐらいのふわっと野郎です。愛国心使ってる人に抵抗あるわけじゃないけども、自分使うのに抵抗ある、だってあんまない、でもそんな右派の人の意見も大事でしょう。尖閣周辺漁船でいたのがショックさんなら、俺約日本一周旅行男、こんなもん日本と知れる活動には絶対参加したくね、それぐらいはあるよ。ちょっくら PL のぞかせていただいて、民衆と政権投票したことで正義の目覚め、めちゃ同じ、約10年黙ってたのはまだ自信がなかったから。愛国と左派最近出した曲いいですね、ほぼ同意見、あっち系左翼以外はみんな政治興味ある仲間ぐらいのふわっと野郎です。愛国と左派最近出した曲いいですね、ほぼ同意見、あっち系左翼以外はみんな政治興味ある仲間ぐらいのふわっと野郎です。最後は悪い意味での現場一本で、制度とか全然詳しくなくて、ショックさん、これからもしもそういうの教えてもらえたらめっちゃありがてえです。